I used to think I'm the problem, but I was way too sensitive, reacting way too much. ベルト着用チャンは念頭に立ちましたが、この先も注意ください。見たのと違う。思ってたの違う。到着しましたね。到着しました。はるばる飛行機乗って。飛行機乗って福岡空港からこちらキャナルシティに何しに来たかというと、アルペン福岡があって、西日本で福岡が初でございます。初でオープンということで、東京の次に福岡。そちらのねプレオープンに呼んでいただいたってことで、なぜかパイティオチャンネルが呼ばれるというまあでも数々のアルペンアウトドアーズさん撮影させていただいてたんで、関西はね、関西は多分全店舗行ったんじゃないですか。そうやんの、明石から始まり、オープンするたびに宇治行って葛葉行ってナンバーパークスに行ってと、それでちょっと知ってもらえたんかなって思ってます。そしてついに福岡に来ました福岡初上陸でございます。ありがとうございます。ということでね、15日なんですよね、オープンが。15日オープンやって、おめでとうございます。オープン前にあの間に合わせて皆さんにお見せできるようにバシッと撮影しちゃいましょうよ。はい、まあ、飛行機の時間もありますんでね。そう、ガンガントラベルやからこれほんまに朝来て夜帰るという、夕方の便で帰ります関西に帰りますんで、ということでね、ちょっと急いで、まあ、アルペンアウトドアーズさん中心にね撮影できたらと思ってます。そうですね、はい、はい、はい、じゃあ行きましょうか。行っちゃいましょう、キャナルシー行っちゃいましょうか。行っちゃいましょう、行っちゃいましょう。ママさん、はい、招待状は、え、持ってんの？持ってないっす。やばいやばいやばいやここまで来て招待状は持ってないっす。どうぞ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 受付で出たら帰るんじゃん。そういうこと、帰らないんだったらどうするの。帰らないんだったら観光所に帰りますそうだねこちら本日の資料とパスになります。はい、こちらの資料の中に見どころポイントなども書いてあるので、わかりました。ぜひなんか楽しんでいただければと思います。はい、ありがとうございます。デポから入ったけど、アルペンアウトドアーズ向かいます。直行ですね。直行やね。昨日電話。スポーツデポの規模が広い、ほんで見て地面、あ、スリープ仕様なってあのトラック競技のシューズ履いてたの試し走り1000円でもそんな感じのね、コンセプトはそうなのかな、うん、それから走ってみよう。やめとけやめとけ、そんなもんじゃないよ走っとけ、言うから怒られる
らっしゃいませ、ありがとうございます。はい、アルペンアウトドアーズ。さあ、どこから行きましょうか。あ、まあ、もうマオさんの好きなところ行ってください。行って、ほら、ビオレットに置いてる。うちらが使ってるのは見てないな。見てない、はい。結構いろんなバリエーション置いてる。あ、かしこまりました。はい、ちょっと高いわ。僕山本コートで、はい、ちょっと5分切ってたけど、色違いの T シャツを着てらっしゃる。黒のやつ。黒。ほら。で、ベアボーンズのマグカップ。かわいい。かわいいです。いろんな色。限定商品。なんどういう、あ、アルペン。アルペングループ。これでもクレモア。クレモアとアルペングループは。ってことやな。すごい。もしでもママさんの好きな。はい。行くんよ。大好き。行くんよ大好き。コスパ最高。どう？ポーラ。ポーラって感じ。ポーラって感じ。ガキ。黄色とか緑とか。かわいい。これからはニットやね。これからの季節。すごいな、アパレル。チャンピオン。チャンピオンがすごいで。カバンも。いろんなカバン。ミステリーランチからケルティから。いっぱいある。アパレルちょっとぐるっと行きましょうか。はい、パパさんの大好きな漫画。これね、この動画では紹介しないですけど、また次の動画に出てきますけどね。漫画で悩まされる。危うく。危うく書いてあげた。これが900個。あ、それが900個、オーロラライトの。でもやっぱ真っ黒がかっこよかったな。真っ黒ってなかなかないもんな。黒、グレーとか、めっちゃ種類ある。900は、ちなみに俺らは何もだったの？900で、待て、はい、900で、71,500。もう全然違うわ。800でいいですよ。900でいいですよ。そうなっちゃいますよね。すげー。地元兵庫です。あ、本当ですか。すごい。え、ガチのガレージ系なんですね、一応。いや、ガチ感。中途半端やな、うちら。なんちゃってです。いやいやいや、中途半端なんです。すごい、勝手がないです。え、インスタですか。一番インスタグラムでして、ロッジ好きな関係だな。あの、ワディさんたちとか界隈ですね、はいはい、一応。本当ですか。ワディさんも私知ってて、今ね、これフンフンキャンプって名前でやってて、あ、なんか見たことある。え、見たことあるんやけど、やっぱりあれかな、グライドロッジ
応熊本のアウトインパクトは自分主催メンバーとしてやってまして。そうなんですか。だから一応そうですね。すごい、4万人ほど。すごい。インスタグラマーや。あ、キイちゃんも。キイちゃんもどうしてる。自分たち実はもともと大阪なんですよ、ね。そうなんですか。はい。で、妻は実家兵庫なんで、兵庫に里帰りで。本当ですか。はい、来月。本当ですか。よろしくお願いします。何時間の機会で。ね、もしかしたらフライドロッチで会えるかもしれない。絶対下手したら会いますよ ね。あ、それです。はい。すみません、こんにちは。あ、これ。ハードウェアあるじゃないですか。すごくない。こういう形もあんねんな。なんか変わった形。ここに角がピーって。あと、アルペンアウトドアの、ああ、はいはいはい、ね、テント、ツールームテント、めっちゃ広い。ほんまでかい。めちゃめちゃ広いです。これあったらもうタープいらないですよ。タープいらずやね。もうだって全室これ10人ぐらい入るんちゃう。小川のテントがすごいあるよ。ほら、うわー、そうかわ。全部あるんじゃない。全部何これ。何すか。ロールテーブル。え、ロールテーブル。ロールテーブル、ユニバルワークスの。あ、これは売ってもらわれへん。え、安ない。あ、でも買われへんな。あ、おい、買いましょう、ベストだったのにな。買われないんですよ。残念。スノーピークコーナーもこんな感じでザーッとあります。スノーピークがこんだけ品揃えいいのってアルペンさんぐらいちゃいますか。いいですかね。パパさんが大好きなシェルコンあるで。めっちゃある。キャンプしてた頃はもう全然シェルコンとは興味なかったのに。せやねん。なんでこんなことなんだろうね。なあ、怖いよ。すごい怖い。ほら、これからの季節の、はい、ストーブ。今全種類あるんちゃうですか。全種類って2種類だけなんか。かっこいいやん、ほら。かっこいいな、やっぱり。ちょっと待ってくださいよ。アルペンにバリスト置いてる。このバリスト、H&O のウェットティッシュのキャップ、そしてカバーまで。じゃあもうアルペン来たら、うん、ウェットティッシュでも一気におしゃれになる。おしゃれになる。ガレージ色が強くなる。すごいな。なんかガレージ代表なんかなって思っとったけど、なもう飛び越えてきたんですね。飛び越えてきた。すごいな。バリスはもう飛び越えてきたんですね。その枠を。はい。明かりコーナー。ランタンがめっちゃ豊富に。ランタンは何個あっても足りんからな。そう。何個あってもいいんですよ。ビアボンズ多いな、やっぱり。ビアボンズが多くて、これ私初めて見てんけど。すごいじゃない。ここがほらネジネジやね。電気が。ベアボーンズリビングって書いてる。これかわいいな。ぐるぐるやね。これかわいいな。これ見て、これめっちゃかわいいやん。ほらエジソンみたいな。エジソン。エジソン。
ってる。お、見て、ゴールゼロの嵐ゴールゼロ、こんないっぱいあの見たことある。おぉ、大量めっちゃある。すごいやん。のアルペンさんはああやって実演のテント試し張りをしてくれるんで、どんなテントなんやろうっていうのしっかり説明して紹介してくれますだからすごい安心感あるよね、テント買うとき。いつも試し張りにしてもらってな、こうでも多分なそう、やっぱり実際張ったとこ見ないと怖いよな。自分で建てれるのかどうかもやっぱりこう実際張ってもらってるときに勉強できるし、いいと思います。これはいいですよ。ポコさん、ちょっとあらへんから。どうなってるんですか。こんだけあって欲しいのないわスリムの、スリムの黒が欲しかったんやけど、迷彩しかないわ。迷彩しか置いてないですね。カモ、カモ柄しか、マルチカモでいいですか。いや、よくないよ。あが黒がいいから俺。なんでも塗りつぶすんちゃう。いや、布はきついやろはい、こんな感じでアルペン福岡さん、1階がゴルフ5、1階がスポーツデポ、3階にアルペンアウトドアっていう感じで。3階建てですか。3階建てこんな感じでアルペンアウトドア。あ、お疲れ様です。どうでした、キャナルシティ。キャナルシティ、キャナリでかい施設やった。キャナルシティもキャナリでかかったな。キャナリでかかった。広くてさ、迷ういや、すごいな、でも、福岡。ちょっと後ろ、福岡住もうかな、俺も。あ、住もうかなって。ガチで引っ越しようかなって思ってるねえ、いい出会いもあったし。なんか素敵な出会いあったな、うん、子供やったな、お前あるくらいで。おっきな人、もう奥さん可愛いし、可愛いしどうもありがとうございました。優しかった、本当に。ハリーさんはじめ、今回の福岡福岡やったらどうでしょ日帰り弾丸やけど、日だらけのね、あれはあったよ。最高すぎんな。ちょっとほんまこの余韻に浸りながら福岡でゆっくりしたいところやけど、はい、帰りましょう。飛行機が、なんせ飛行機の時間がある。帰りなんで帰りましょう、もう関西に。寂しいけどね、また来たいですね。また来よう、また3月。うん、あのふんふんキャンプさん、アウトインパクトで、アウトインパクトでお会いしましょう。帰ります、空港向かいます。バイバイキン。お疲れ様でした。バイ。センキュー。福岡から。バイセンキュー。